皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がる、そういう、モードになっています。長い、南の、ジラスがいますね。アルジェリアのセントパローと。本当によくね、遭遇しますね。スピードとジャンプ力に優れてるとね。セントパローとしてはちょっと面白いですね。なかなか裏抜けが得意なのかなっていうわけでもないか。で、酒井宏樹がいますね。これは強い。あ、マネがいる。よし。マネね、どこでした？セネガルですね。リバプールに所属する、非常にスピードと、スピードがやっぱり速いですね、とにかく。で、スペインのシャビアロンソですね。もう引退しちゃいましたよね。オランダの選手がいますね。強いですね。スペインのバルトラですか、メキシコのモレノと。で、コスタリカのセンターバックですね。強いですね。迷うな、これ。どうしよう。そうか。で、いや、キーパーノイヤー入ってます。で、大島良太、長谷部、清武、伊藤純也と。うわ、揃ってますね。これはもう永井が外れるしかないですね。長谷部入れて。伊藤と清武も当然ね、使いますよね。伊藤純也。いや、もうね、この人外していくしかないっていうね。そうですね。清武ルートして。大島はね、ちょっと出れないですね。ノイアがいいのか、でも。まあいいや。で、フォワードは誰がいるんだろう。ストライカー南野と。やばい。フォワードいなくなっちゃった。マネか。そうだ、伊藤がいいんだな。いやー、そうね。どうしようかな。南のワントップ。マネのワントップか。あるかもしれないな。ちょっとね、これインサラは2人打って、マネワントップですね、もう。で、ワンバック。場合によってはね、ジラスをこの人と変えて、ちゃんとね、センターフォワード置けば、まともなフォーメーションにはなるかもしれません。酒井宏樹、ちょっとね、右を、あ、左を任せるしかないような気がする。で、このライン十分。サビアロンソ、コスタリカのセンターバック、ハセベ、誠と鉄壁ですね。で、モレノですか？モラノですか？キーパー、メキシコのね、アンカーを置いて、センターバック、ストッパーですね。この人も十分な働きをすると。南野清武がインサイドハブ、ダブルインサイドハブ、酒井宏樹と伊藤純也のサイドと。強いと思いますね。ジラスとこの人使いたいですけど、ちょっと。相手は、ウルグアイと。やばいな、十分すぎる相手ですね。相手にとって不足はないと。ここね、使いたい。わー、フィードが。ノイアにね、フィードさせた方がいいぐらいの。ただね、ちょっと、ウルグアイね、やっぱりカバーニー、スアレス、2センターフォワードが非常に強力なんで、センターバックをね、ストッパー代わりに設定したのは正解になる可能性がありますね。ある意味ね、このゲームの中で一番センターバックを行きたい相手がウルグアイかもしれないっていうね。マネのクロスに合わないと。ボール取れてないのか。ここね、激しいですね。わあ、ちょっと待って。いや、ここ、ベンタンクルに。いや、ひどい、今の。ひどいですね。なんでかボール取れましたね。ここでね、ちょっと見えてこないですね、コースが。南のね、苦しいですけど。いやー、全然ね、剥がれてないですね。ゴディンを剥がしきれてないんで、攻撃に、シュートになってないですね、もう。マネのシュートですね。ゴーボールカットしましたが、ちょっとね、攻撃うまくいってないのは、やっぱりね、ウルグアイのプレッシングが厳しすぎますね。トレーラーもそうですが、ゴディンにヒメネスと。ここでね、がっちりと、止まっちゃえてるんで。これまでトレーラーの働きで。ウルグアイね、そうか、サイドにスペースがあるんだっけ。ちょっともうちょっとサイド使ってった方がいいですね、これ。今ね、ストッパーがもう、
スアレスに何も仕事させないぐらいのディフェンスしてるんで、はい、南野ですね。で、清武、浅川博之ですね。頼む、ここ行ってくれ。はい、行きましたね。これクロスがありますね。ちょっと苦しいか。あ、でもヘディング競り勝ちましたね。はい、浅川博之のクロスの精度ね、非常にいいんで、はい、0-0 です。ちょっとやっぱりね、ウルグアイね、4-4-2 で伝統的なダイヤモンド型の4センターミッドフィルダーなんで、ですね。で、両脇にここの伊藤純也と坂井宏樹のところにスペースあるんですけど、やっぱり中央に、ね、いないから、再度ね、ボール持っても、ここで攻撃が止まっちゃってるんだよな。誰かいるって言いましたっけ？この人かな？違うか。いやー、まあ、もうちょっとこれで見るか。はい、清武が行きます。はい、マネがボールをキープしましたね。で、佐賀弘樹使いますね。ただ、ヒメネスのディフェンスと。危ない。はい。はい、マネから、ここね、ボール前にね、選手が走らないですね。はい、ちょっとね、フォーメーションの不備ですけど。はい。中盤のプレッシングもちょっと欲しいか。はい、ここでね、うまくボール持ってもらって。いや、はい。なんとかシュートまで攻撃つけて。いや、もう帰るしかないな。もうやるしかないですね、これ。はい。センターバック下げます。怖いですけど。で、ジラスね、ワントップで。頼む、はまってくれ。この、采配がはまってくれれば。いや、やばい。これは負けまである。はい、シャビアロンソから、もう一回やり直し。いやー、ここですね。ベンタクルも強いな。はい、クロス入りますね、これ。いや。うん。もう打っちゃって。はい。うわー、外れた。はい、坂井宏樹から、うわー、ちょっと待って、ゴディン。頼む。いやー、ここで取られると、はい、伊藤純也、頼む、救世主になってくれ。いや、打ち切れないですね。はい、ただ、こぼれ球、清武シュートでなんとか1点と。はい、最終ラインにね、5人入ってたんで、まあ、伊藤純也のね、押し込んだ効果ですか。はい、というわけで、危ない、なんとか、勝利を手にしました。やっぱりね、本当に強いですね、ウルグアイ。いまだにね、ちょっと攻略が分かんないというか、さっきも言ったようにね、ウルグアイフォーメーション442で、中央が伝統的な、ダイヤモンド型の4枚でね、このセンターミッドフィルダーの、ね、脇に思いっきりスペースがあって、そこを使えるんですけど、そこを使ったところでね、真ん中にゴディン・ヒメネスがいて、サイドバックも決してね、弱くないし、トレイラーもベンタンクルーもいるんで、プレッシングで結構来て、本当に、典型的なね、中央から弾いて、で、サイドでボールを取るような形を作られるんですね。で、ここでボール持ってもあまりそこまで効いてこないと。ただ前なんか成功したのは伊藤純也が単独でサイド破ってそのままシュートまで行くパターンですかね。クロス上げちゃうと真ん中に相当いい選手がいないとヒメネスゴディをね、なかなか破れないんで。はい。でも難しいですね。ここでボール持ってもね、あんまり、うまくいかないと。いう感じでしたね。でも、やっぱり今回もね、そこで伊藤純也がボール持ったことから始まった攻撃でね、最後押し込んで、ウルグアイに完全に引いて守ってたんですけど、こっちも、最前線に枚数かけてね、なんとか、はい、1点取れましたね。あれ、枚数かけたおかげですね。あれ、ジラス入れてなかったら多分、あそこまでね、いい形作れなかったと思いますね。ただね、センターバック、を排除して、センターフォワード足すってね、苦肉の策ですね。はい、あれ、カウンターが来たら、ウルグアイはスアレスかバニーだけで点取っちゃうんで、うまくいかなかった可能性が、まあ、モロハの剣ですね。はい。非常にね、強敵ですね、ウルグアイ。本当に。スアレスがいるウルグアイは強力ですね。
でですね、フォーメーション、はい、後半ジラス入れましたけど、ストライカーね、ワントップでマネ入れましたね。で、インサイドハーフに清武と宮野亜美のですね、左を酒井宏樹やってもらって、右を伊藤純也と、で、真ん中にね、誰か、オランダのね、あの人ですね、はい、いい選手入れて、で、このライン誰でした？シャビアロンソいましたか？ちょっと忘れちゃいました。はい。まあね、固く守って、あと、まあ、一番後ろにね、ストッパー配置すると。後半ね、その選手どけて、前にね、置くと。ハセビいましたね、そういえば。はい。で、あと、キーパーね、ノイアーですね。まあ、ノイアーがいたおかげ、まあ、ノイアーのね、いる安心感っていうのも大きいですね。サイド、破られても1対1で止めてくれる可能性が一番、世界で一番高いキーパーっていう印象なんでね、はい。ノイアーがいればだいぶ、楽になりますね。あと、ノイアーフィード能力も、高いので、はい、ビルドアップも、やってくれるっていうね、そういう感じですね。はい。というわけで、今回ね、ウルグアイ相手に1対0ですね。はい。まあ、内容的にかなり厳しかったと思います。特にね、今回、まあ、ディフェンスの選手ですね、スアレス、カバーニはそこまで力を発揮しなかったですね。最初、ストッパーがしっかり効いて、で、後半ね、押し込み出してから、センターバック排除して、ジラス置くっていうね、それが、まあ、悪い結果にはつながりませんでしたね。はい。やっぱりね、攻略をサイド、ここのね、この両脇のスペースをうまく使うしかないですね。はい。で、まあ、サイド突破してからなんとか、ごちゃごちゃやって点を取るっていうね。はい、感じですね。はい。というわけで、また次回ね、まあ、強敵相手にいい試合展開したいと思います。というわけで今回はこれで失礼します。